こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は島国であり、近年、尖閣諸島に中国からの強烈なアタックを受け、海自でもこの尖閣に上陸されたまさにその時に備え、米軍の海兵隊ならぬ水陸機動団が誕生、任務についている。水陸機動団が日々訓練しているのは離島奪還訓練。有事の際に備え日々訓練をしている。竹島問題もあるのだが、今は韓国に実効支配されているし、北方領土は炉に実効支配されている。どちらも日本の不意をついた軍事行動で、この二つの話はまた詳しくしていく。その経験も踏まえて、今水陸機動団が即離島奪還作戦を展開できる。それでは、どんな離島奪還方法で行うのか見ていこう。護衛艦出雲加賀が F-35B ステルス戦闘機を搭載可能とする航空母艦化改修を受けることが決定して久しいが、海上自衛隊にはこれらと別に2種類の全中艦艦を採用した艦艇がある。その一つは出雲片護衛艦の前級にあたる日向片護衛艦で、これはそのまま出雲片護衛艦を一回り小さくしたようなサイズであり、その原型ともなったヘリコプター搭載型護衛艦だ。そしてもう一つが大隅型輸送艦であり、これらは大隅、下、北、国崎の同型艦3隻が建造され、対外的に見れば輸送揚陸艦に区分されている艦艇だということができる。この大隅型輸送艦を揚陸艦と呼ばないあたりは、かつての攻撃的兵器に値するから、航空母艦の保有は慎むべきとされていた。政治的な意味合いからの表現と類似したものとも言えるだろう。大隅型輸送艦は全長178メートル、全幅 25.8 メートル、基準排水量8900トンと、出雲片護衛艦の全長248メートル、全幅38メートル、基準排水量19500トンと比較すれば格段に小さい。それでも全通艦板を採用しているため、単艦で写真や映像などでその姿を見た印象では、まるで航空母艦のようだとの感想を持たれる方も多い艦艇かもしれない。しかし大隅型輸送艦にはヘリコプター搭載型の日向片護衛艦や、改修を終えた後には名実ともに航空母艦となる出雲片護衛艦と根本的に異なる部分を有した艦艇である。その最大の違いとは、全通艦板を採用していることから、ヘリコプターなどの航空機が離着艦はできるものの、それを常時搭載して運用するための機体の収容スペースを持たない点や、すでにアメリカ軍のオスプレイまでも訓練の場で離着艦させている大隅型輸送艦ではあるが、この違いは艦としての大きさや容積とは別に運用目的の違いとして、その性格を表すものといえる。翻って、お隅型輸送艦ハホバークラフトであるエアクッション型、揚陸艇2隻を収容することのできるベルドックを完備に備えており、これによって、兵員や戦闘車両などの揚陸能力を持っている。このエアクッション型揚陸艇は、通称 LCAC と呼ばれているもので、アメリカ海軍でも採用されており、速度を抑えた場合には、最大で約70トンの積載が可能と言われている。
つまり、エルキャック1隻で、50から60トン級の主力戦車を1両運搬することが、可能であり、人員のみの場合であれば、最大で約240名までを一度に積載することが、可能な計算となる。ちなみに、アメリカ軍は最新型の強襲揚陸艦アメリカ級において、2番艦までは、ウェルドックを廃止し、揚陸機能は航空機で代替することになっていたが、現場の要望で3番艦からの復活が決定している。アメリカ軍の強襲揚陸艦でも F-35B ステルス戦闘機を艦載機とする運用が開始されており、揚陸作戦に先んじた航空支援戦力として一連作戦行動を担うことが明らかとなっている。海上自衛隊の場合、仮に出雲片越艦が F-35B ステルス戦闘機を艦載機とした運用を実施したとしても、上陸用集艇の運用は大隅型輸送艦と分担することになり、単艦での行動完結は行えない。このあたりの連携を考慮した場合、日本型海兵隊とも言われる水陸機動団の迅速な展開にも課題だと感じられ、昨今重要性を増す島嶼防衛を考えれば、強襲揚陸艦の必要性も再検討されそうだ。また、大隅型輸送艦は、出雲片越艦や日向片越艦の最大速力30ノットと比較し、最大で約22ノットと低速なこともあり、他の護衛艦との艦隊行動を考慮すればネックとも言える移動力に止まる。そもそも、アメリカの海兵隊と違い、日本の場合、大隅型輸送艦は、言うまでもなく、海上自衛隊の管轄下にあり、水陸機動団は、陸上自衛隊の管轄と、そもそもの指揮、命令系統が別でもある。大隅型輸送艦の兵員輸送能力を最大限に戦力化するためには、こうした組織間の連携をどのように進めていくのかが問われる段階に、差し掛かったとも言うことができるだろう。また、大隅型輸送艦は、その運搬能力を活かして、自衛隊のもう一つの役割でもある災害救助にも、迅速に重機を運ぶなどの、任務を東日本大震災などで証明してみせた。もともと軍用の艦艇であることから、一般の貨物輸送船に比べ運搬効率は、格段に高く、隅型輸送艦にとって、こうした災害対応任務とはまさに、そのキャパシティを発揮する事例となった。大隅型輸送艦は、3番艦となった国先の2003年の就役を、最後に建造されておらず、次級となる艦艇の建造予定も、現状では未定の状態となっている。先の水陸機動団などの展開力の向上も考慮し、でき得ることならば、航空機の搭載も可能なアメリカ海兵隊の持つ、強襲揚陸艦型の新型艦の建造に期待したいところだろう。